お疲れ様です、マフィーです。今回は進化クリス使います。前回使った投下クリスは支え切り機で使えるフォーススキルでした。で、今回はね、大小です。スキルも大小、コンボスキルも大小、 HP さえあればすぐ火力出せるということで、完全にね、バイオレンスな姿。もうこの進化クリスというか、むしろこっちが進化だから正当な姿はこっちかもしれませんね。ということで性能を見ていきましょう。このスキルがね、 9% という安い大小ダメージながら、その受けた分の 165% の特殊ダメージを与えると。で、コンボスキルが2500ダメージ受けて3500特殊ダメージ出せるということで、結構ね、これ分かりやすいんですよ。何が分かりやすいかというと、この 9% っていう安い大小ダメージながら 165%ということは、これ計算すると 14.85 なんですよ。最大 HP の 14.85% 分の特殊ダメージ、実質ね 15% 近い数値なので、 15% と考えても悪くはないかなと思います。で、コンボスキルも3500出せるということで、計算がしやすくて、かつ火力も出せる、そして代償のダメージも安いっていうね、 S ゴマにしてはかなりね強い性能なんですよ。で、ステータスもなかなかいいということでですね、今回この代償デッキ組んだんですけど、まあちょっと前にね、スーリアと比較して、個人的にはこっちの方が強いよっていう話なんで、もう普通にスーリアの枠をクリスにして、そしてね、今回はね、コスト15のコマを2枚入れております。クリスマスシュクレとジャニーヤ、なんだっけ、正月ジャニーヤか、こいつも代償で、ね、クリスマスシュクレは代償しなくても自分の最大 HP 11% 分特殊ダメージ出せるということなので採用しました。で、このね、コスト15を荷積みすることによって、さらにね、なんかこう瞬間火力とか考えると、 S4 の方が引いた時の火力とか、その他もろもろで考えると強かったりするんですけど、 HP も高くなったりねするんですけど、その分ね、こう攻めに特化するというかね、コスト15荷出しの方が攻めに特化できます。一瞬でね、もう試合を終わらせることができるということで、今回はこのコスト15荷出し編成の S3 大将か、 S3 大将でやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。まさかまさかのね、もういきなりミラーということで、どうしようかな。で、後攻引かれたと。どうしようかな、まあ、先攻引いたのが強いのか、意外とそうでもないのか分かんねえや。一旦これシュクレかな、よいしょ、クリスマスシュクレぶちかます。 OKOK、 いい火力で、クリスマスシュクレ序盤だったらコンボスキル普通に強いんでね、X に打ってくる駒にもよるんですけど、ワンチャントリセツも出てきた。ただフィリーナリーダーだからね、取らない方がいいか。もう今の代償デッキってね、このフィリーナが出た当初とは違ってね、もう普通に強い駒多いから、英語までも。おー、このスーリアはやっこしいな、コンボスキル強いやつだ。はあ、どうしようかな。いや、これ悩むな。普通に風車打つか、風車の方が良さそうですね。もうクラフィール風車打っちゃってよいしょ。 X もありなんですけど、ちょっとスーリアのコンボあんまり受けたくないんですよ。普通に強いんだよね、こいつ。今、スーリアコンボされたら、結構食らうんで、3200ぐらいは食らうんで、3100とかそんぐらいは。多分そんぐらい食らうんで、ちょっとこれ風車打ってからの進行。こっからでもね、全然動作に繋いでいけるんでね、悪くないと思います。オッケー、オーリック。はい。まあ、これ許容 C の、引き。はい！オッケー、クリス引いていく。どうしようかな。これこうだな。もうこっち打ちます。こっち打って、一瞬で仕留めに行きます。で、これで火力結構出せる。 OK で、スーリアはね、2枚超度じゃないと発動しないんでね。さあどうする。で、クリス消してきたらもう角に打っちゃって、もう一回コンボ動作で繋ぎに行くっていうね。はい、このなんだろう、3手目 X 進行で間違えて C2 とか左下のね、これ B4 とか取ってくる場合は、この3枚返しもあるからね、ダブコンの。どうする。 OK、 そっち打つ。で、それだと相手次飛ばせないんで、どうしようかな。D5 でもこれ火力出しちゃいますか。ほい。なるほど。どうしようかな。ドイツから行く。ドイツから行っていいかな。次、相手飛ばせないはずなんで、これでもクリスと繋いで、もう早めに攻めて、くらっ！オッケーオッケー、いい火力。で、代償を打とうものなら、エンデガ圏内に持っていくこともできるかな。ちょっとこれ怪しいか。ただ、D6 打たれても、このメイティスのコンボが代償である以上は、相手も代償っていうのは打ちにくいはずなんですよ。なんでビクトリアがまずいですね。これビクトリアまずい。ちょっとシャシャったかもしれない、もしかしたら。若干のシャシャリ疑惑があるけど。まあでもなんとかなるっしょ。なんとかなる。オッケー、モルジャーナ、危ねえ。それ大丈夫ですね。多分 B4 モルジャーナ来ても耐えたんじゃないかな。多分ギリ耐えたような気もする。耐えたっぽいですね。よしよし、危な。ギリギリの勝負制していくと。ただクリスも強かった。クリスの安い代償ダメージじゃないと、こういう進行できなかったと思うので、まあ、結果的に大きかったですね、クリスの存在が。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。よしよしよしのリーダーですか。これは先行取れた。おーい、ここ引いた。まあまあしょうがない。あ、でもこれ結構手駒いいですね。初手から X 打てるっていう、そういう手駒周りなんで、もう、ミサトとかはもう考えない方向性でいこうかな。まあ一応キングブラウンにあるから大丈夫だと思うんですけど、初手はね、もうメイティス打っちゃいましょう。
で、そういえばね、今20日じゃないわ、20日か、1月20日にこの動画撮ってるんですけど、明日手術なんですよね。もしかしたら動画を休みするかもしれないと思ったけど、そんなことはないのでご安心ください。ちゃんと明日も動画出しますから、もう休まずいきます。あの、手術って言ってもね、なんかね、外来で受けられるらしいんでね、大丈夫だと思います。なんか頭を開くんですよ。頭に麻酔して、なんか電気メス入れて、なんか、いろいろちょっとするんでなんか言葉にするの難しいんでね、この辺にしておきましょう。そう、手術するので、まあ、応援よろしくお願いします。応援ってなんだ、手術のまあいいか。これはミサッティング先生の可能性。オッケー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 。クリス引いていく。まず、とりあえずこれはね、こっち。スイ。あー、イベッティングか。まあ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 、安い。あの、ブラウニーで回収できたんなら悪くないですね。はい。で、クリス次打ちたい。どう来るかな。ザフキそっちか。なるほど。これワンチャン C5 説あるな。ワンチャン C5 説出てきた。で、こいつコンボは？あ、一応使えると。クリス C5 打っちゃうか。相手に C6 に動線突き入れられてもなんとかなると思うので、ちょっとあの HP があるうちにこの代償を打っときましょう。 OK、 スイッ、ほら、 OKOKOK、 強いで、ジャニーヤ打てる、代償打ったところでコンボライフバーがあるんだったらなんとかなる気がするので、こっちでいいかな。もうこのこれが正当なね、クリスの姿、そして正当な攻め方。うん、皆さんの推しは何クリス、何クリスじゃないね、クリス何が、推しなんですかね、皆さんは。よければ教えてください。はい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 、はい。これどうしよっかな、次耐えれると思うんだよな。お、クロフィール、ちょ、動線潰すか。相手の。動線潰していいか。ザフキー、これちょっと取っといて。多分これは回復できるんで、あの、毒込みでも大丈夫だと思います。で、これロック打たれてもジャニーが出るって強いな。これロック打たれてジャニーズ出るのすごくない？イレミアよりアタック低いんだ、こいつ。強いな。さあどうする、ザフキ見えたから、ロックあるとすれば ルキア1枚だけですね。ハロウィンアルカードとかはないんで。これ勝ちじゃねえか、さすがに。クリスの活躍もあれば、クラフィルの活躍もある。さすがクリス・プラット。そう。私はね、クリス・プラットが好きなんですよ。あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが好きなんで、クリス・プラット結構推しなんですよね。なに？いや、けどこれ飛ぶだろ。俺は行くよ。行くよ。これどれが一番出るの？ジャニアか、さすがに。行こう。コスト15。新人、ジャニア。よいしょ。ジャニーズデビューだ、この野郎。行け、行ってこい。よーし、飛ばしていくと。それは最近デビューした、あの、スノーマンっていうグループ結構好きです。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ラニーリーダーか。ラニーラニーですか。あ、ちょっと待って、今。マイクに今普通に猫パンチしちゃった。手滑った。まあいいか。今ちょっとマイクボツってなったかもしれないんですけど、お許しください。よろしくお願いします。もうショートクリス。はい。もうショートにクリスされるんだったら、撃っちゃおう。よろしくお願いします。圧倒的暴力をかましていくぜ。ただ相手も暴力的なデッキですからね。いきなり乱体っていうか、乱体かアイシェのどちらか引いてると。ラニ乱体アイシェ。で、はい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 。まあ、サマーデネブっていうね、説もね、一説によるとあるかもしれないんですけど、もうこういう時、うわ、これどうしようかな、若干悩みどころ。まあ、あの、チンパンしていいですか、自分。自分チンパンいいっすか。いや、でもダメかな、ラニ相手のチンパンは。やめといた方がいいか。ちょ、悩むな、ここ。すーげー悩むな。で、D5 打ったところでクリス消されて、次火力出せないんで、もう行っちゃうか、行っちゃおう。HP あるうちに代償しちゃおう。はい。私たち繋がりましょう。食らい上がれ。よしよしよし、ヒカル君。いいね。もう意外とこっちが正解かもしんない。わざわざ神強化の方にも寄せていったわけですから。ブラジャー、オッケー。それは割と遅めのブラジャーでしょう。よし。遅めっていうか、ノロマ進行なんでね。はいはい、ミネッティング先生と。ミネッティング先生引く、どっちに打とっかな。まあ普通にこっちでいいかな。普通にこっち打って B4 打ってきたところに D5 かましょうのがいいかなって感じですね。ちょっと今だいぶおぼつかなかったんですけどね。はい、滑舌が今日滑舌悪いな。走ってきたからかな。ちょっと走ってきたんですよ、さっき。今ね、朝の9時に撮ってるんですよ、これ。朝の9時からこのテンションっていうのもどうかと思いますけど、はい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 。で、これはこれ代償したとしてあれなんで、さすがに大丈夫かな、こっちで。火力出していきたいんで、こっち打ちます。3周ネメイティズの方を出して、しっかり火力を、出しを出していこうね。オッケー。で、ブラジェのコンボあるんですけど、問題ないですね。ブラジェコンボ打つ場合は、ジャニーアのコンボも繋がるし、あ、一番嫌な、これ、吸収だな。C2 の吸収来たら、これ、900回復されるのか。ちょっとまずいな。この、ゾノバの召喚の仕方、なかなかにやらしいが、
オッケー、バハムトで火力出してくるなら問題ない。代償する HP は残る。オッケー、勝った。なんだこの動画、薄味すぎるな。もう一戦行くか。もう一戦行きましょう。ということでここはエンディングが行きます。これで7500、どんぐらいだ、90ぐらいか。よいしょ。あ、間違えた。あ、2枚貸しだった。なんか3枚計算ぐらいで考えてましたね。まあいいでしょう。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ラニラニリーダーですよこれ。はい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 。ラニリーダーも最近なんかすぐオーラ引くからね、暴力的なんですよね。うん、バイオレンスな表現は控えてさせていただきたいんですけどね、 YouTube なので。まあでもオセロニア界のバイオレンスっていうのは大丈夫です。あの猫パンチと変わりませんから、ほんと可愛らしいもんです。大丈夫です。あの猫じゃらしでちょっとあの背中の方をささーってやってるのと同じようなもんですから。はい、あのなんで勘違いしないでくださいね、 YouTube さん。YouTube さんの方にね、お願いする形になるんですけど。 OK、 初手カード、あ、加藤くんか。加藤くん来る。いらっしゃいませ。クラフィール、X 打ちましょう。 X 打って、まあ、いつも通りの進行。あの代償はこれでいいです。竜と同じ攻め方でいいです。もう昔の代償と違って今の代償ってね、英語マなんかも潤ってきてかなり強いんでね、もうこれでいいです。ただ逆に言うとこういうことしかできないからさ、こういう攻め方が基本になってくるわけなんで、ちょっとあれなんですけども、これ取ります。はい、俺ラニに返し罠は入ってないと思うんだ、まあ、入ってたとしてもこれ行くぞ。俺は行くよ。俺は消すぞ。じゃあじゃあ、よし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 。さあどうする。もう相当これ HP 差ついてるけど、ただうーわ、オーラ引いていく。普通にこれまずいんだよな、手駒的に。あ、オッケーオッケー、そっちか。しかもブラジェ全部ゴテゴテに回ってるね。これは美味しい。クリス出番だよ。お、本当に引いた。で 9% 分の代償ダメージが発生するということは、クラフィールの分のこれ2250ぐらい入るんじゃないですかね。よいしょ、90か。オッケー、強い。あ、そっか、代償ダメージ同じだけ与えるのかこいつは。そっかそっか、 9% だから自分の HP の 9% で普通に考えてたけど、あのなんか 9% してたみたいなところあるけど、はい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 、何も問題なかろう。そして最後仕留めていくのは、せっかくなんで可愛いキャラでいきましょうか。個人的にはメイティスよりもシュクレハ。もう何もできないじゃねえかよこんなされたらねって感じなんですけど、それこそが代償デッキ。対戦ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。おそらく動画の時間短いと思います。あの4試合ぐらい撮ったんですけど、その自分の中で採用した試合4試合ぐらいあるんですけど、それ全部つなぎ合わせてもね、あんまり動画の時間長くないかもしれない。ちょっとわかんない、あの体感で13分ぐらいわかんないですけど、まあ、そんなもんだと思うんですが、ただねこのクリスさんは非常に強かった。もう3500コンボスキル出せるっていうのも強かったり、あとやっぱりこうスキルですね、代償ダメージ安くてあんだけ軽く出せるっていうのはね、やっぱ強いんですよ。代償ってね、代償ダメージが重いから、その分こうフィリーナのキャッシュバックがあるとはいえ自分の1分を削れるっていうことになるんですけども、そういうなんか効率的に考えてやっぱこう低代償高火力の方がね強いところがあるということで、それを再現したというか体現しているこのクリスさんは非常に強いと思います。スーリアよりも HP も高くて、こう周りに与える影響というのもいいですよね。 HP が高いということは代償のダメージも増えて火力も上がるということなので、代償というのは HP 高い方が強いところもあるんですけど、まあ、今回こそ15に座し編成ということで、いつもよりもアグレッシブに攻められました。 S4 よりかはこういうねこそ15のもう殴れる駒をね増やしていった方が、周回効率とかいろいろその他諸々で考えるとかなりねよく仕上がるので、こういうデッキもあるということで、まあ、こそ15に座しの方がねなんかこう組みやすい人も多いと思うんですよ。コスト15ってガチャゲンじゃないんでね、イベントさえやれば手に入るコマで構成されるということで、構築できるということなので、ぜひコスト15に座し編成の代償を使ってみてください。そしてクリスも強かったです。10日と進化とね、進化と10日あるんですけど、個人的には進化の方がやっぱこう代償っていうのがね、あの環境に来てるところもあるのでおすすめです。ということで今回この辺で終わります。この動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。